怖い。前田が抜ける、前田が抜ける、前田が抜けた、前田大然。いやー素晴らしい、初スタメンからゴールを奪った、今シーズン2ゴール目、もうアピールのスタメン。前田大然、今日も2発、混戦になったところのやっぱりボムヨンが強烈なチェックです。前田がおっとやった、前田のシュート、いやおーゴールイン1点返した水戸、ディフェンスラインミスが出ました。ジェフ、そうですね、しかしそこを逃さなかった前田のスピード、前田を受けて、さあ前田だ、前田大然が行く、前田ぶっちぎる、前田が行った、中を見てかわしてシュート、阿部です、ペナルティの角にマルコスジュニオン、渡辺浩太粘って折り返し、ヘディング来た、前田大然、途中出場の渡辺浩太のアシスト、追いつきました F マリノス、3対3、前田大然です、今日2発。阿部は強いパスを横につけます、プレスをかける F マリノス、入れましたゴールのチャンス、中川後ろから前田大然、また前田です、また前田、 F マリノスのリード2点。いやつなぎの伊藤のスローイン、さあ裏前田が抜けた、キーパーと1対1、ここは清水がエルジーニョのドリブルで運んでラストスルーパス、スピードを生かしました前田大然のゴールです。素晴らしいですね、はい、セルジーニョのドリブルに対してできたスペースに、さあ藤田が奪って、さあ前田大然を走らせる、フルトも戻っていく、さあ長い日本でシュート、決まった、前田大然2対2同点、松本山が後半同点に追いつきました。今ラインが少しこう、さあボールが来ます、中身前田に預けて、前田、さあ追加点松本2対0、そして前田は今季松本で8ゴール。さあここから緩急を使って神谷スピードアップ、うわすごいスピード前田、神谷問われず、結局はマラーの釣本が来ています、その釣本使っていく、おっと激しく当たった前田大然、粘ってここから出ていきたいベルマーレ、サビが通った、さあ大橋、大橋右から岡本も追い越しています、4対3、岡本を使う、折り返しシュート、決定機でしたベルマーレ、最後は大橋でしょうか、これ大木原が最後クリアしたと思うんですけど、まあ、ここ前田大然がスライディングして、まあ、よくここシーンを作ってるんですよね、1ミリの得点も大きく関わってますね、そしてその一瞬やはり工藤を出すのを信じて走っていました、ちょうどいいワンバウンドのいいパスですね、チーム3ゴール目が後からの縦パス、これをもう一度小西が下げました、おっと前から奪った、ね、さあ前田大然スピードに乗った前田大然、4戦連発前田大然、発生する岩田がふわっと前、前田が行く、前田が行く、前向いて前田大然決まりました、一点返しました、フランカス34分、このボールが良かったですね、岩田だと思うんですけど、ちょっとファジーなボールって言いますかね、水沼クロス入れて前田、前田大然決定的な3点目を入れました、さあ5番チャンスになるか、前田シュート決まった、
ト。前半10分前田大然、まあ、中核を担えた選手ですね、はい、渡辺から右に行きます。水間のクラス、前田大然決めた。わずか3、4分で F マリノス逆転。久々の複数得、綺麗なゴールになりましたね、まあ、この後半から交代に入った天野選手、